あゆがしのめっちゃギフハンター、二つ目のハッシュタグは心をつかむあゆがしモチーフです。ハンター、実はこれ全部あゆがしグッズなんです。そうなんです、これ全部あゆがしくんが集めたあゆがしグッズなんですよ。こんなに種類あるんですか。集めたくなりますね。これマスキングテープ、あと帽子やアクセサリー、手ぬぐいなどなど、中には制作体験ができるものもあるということで、伺ったのは岐阜市正木中のスプーンかやさん。木工作品の制作販売をしていて、イベントでは木工作品作りのワークショップも行っています。あゆがしグッズもたくさん作っているんですよ。今回は特別に工房であゆがしのキーホルダー作りを体験させてもらいました。まずはキーホルダーの元となるあゆの形に切り出された生地を選びます。私が選んだのはこの子です。目が赤くてお腹の色が薄いこの子に一目惚れしました。続いて角張ったところを目の粗いヤスリでこすって丸くするんですが、一向に丸くなる気配がないんです。ここでスタッフがあることに気がつきます。往復削りと念の会がありまして、なんとかあゆがしの形にできました。最初と比べるとだいぶ丸くなりましたよね。本当ですね、角張ったところがなくなりましたね。つるんとしたフォルムになっています。続いて木を焦がして描く焼きペンであゆがしの顔を描いていきます。これは練習風景です。あゆがしにとって大事な作業ですよね。ですね、魂を吹き込む。さあ、どんな顔を描いたと思いますか。いや、やっぱりあずまアナウンサーは可愛い顔を描いたんじゃないでしょうか。ですかね、本来あゆがしではありえないあの部分が出てます。え、こちらあゆがしできました。舌が出てる、可愛い。あゆこさんと命名したいと思います。お茶目なあゆ。そのあゆこさんに仕上げに甘乳を塗りまして、ツヤを出しチャームをつければあゆがしキーホルダー完成です。かわいい、いいですね、これつけたくなりますね。そう、本当に簡単にできたので、親子でも楽しめる、一人でも友達でもみんなで楽しめると思います。いいですね。どういった思いでこのあゆがしの雑貨作りされてるんですか。あゆがしで作る前までは秋にも止めてなかったんですけど、実際あゆがしのグッズを作ってみたら、あゆがし好きな人いっぱいいるし、なんか私自身もすごいどんどんあゆがしが好きになっていってるしっていう感じで、なんかもっとみんなにあゆがしのものを持ってもらえたらいいなみたいな感じで作ってますね。お菓子からグッズまでいろんな楽しみ方があるあゆがしの世界。あゆがしくんに今後の展望を伺いました。今後はもっと岐阜県とか、あゆがしじゃないんですけど、あゆをモチーフにしたある意味あゆがしっていうお菓子も岐阜県にはたくさんあるので、そういったのも一緒に届けれたらなって思ってます。チャンネル登録お願いします。